はい、どうも皆さんこんにちは、イオリエトです。今日は、創作の飴をペロペロしてる女の子を描いていきたいと思います。女の子イコール私の中では透明感バチバチに描きたいので、赤色とかではなく青色、寒色系を使ってイラスト描いていきます。どうしても青くしたい、透明感を出すには青が一番綺麗に描けてる気がするので青を使って描いていきます。で、ショート動画でね、なんだっけ、口の刃とかがガッて開いて、口の中がガッて開いてて、刃とか歯がめっちゃ綺麗にっていうか、こう映ってる動画がすごく好評がいいので、今回も口ガッて開けてっていうね、口にしようかなと思ってたんですけど、ちょっとね、透明感をバチバチにする上でガッて開いてるとなんか違うなという、はい、いつもあるなんか違うなの精神で、結局迷った末に口をガッて開く構図ではなく、ペロペロしてる構図になりました。でね、完成品がちょっとまた後で出てくるんですけど、で今回は、線が細めの、絵を描いてます。太めでもよかったんだけど、透明感ということで線も細い方が綺麗には見えるかなっていうので線を細くしてます。で、あんまり目の中の眼球の輪郭を描かないことが多いんですけど、今回は、描きました、その日の気分です。で、最初のこの子のコンセプトがメイドさんっていうイメージだったのでだったんですけど、この構図でメイドさんの服が描けないということに気づいたので、セーラー服っぽい服装になりました。でも頭のフリルはメイドさんの名残で残ってます。はい。で、最近ね、厚塗り風が私のマイブームなので、今回もレイヤー数は塗りは2枚かな。で、加工がまだ加工を含めたら10枚ぐらいあるんですけど、今回は塗りは2枚ぐらいで描いていきます。で、厚塗りになるとね、途端にいつも厚塗りじゃない時に描いてる綺麗な目が描けなくなるので、どうしようって言いながら、なんか試行錯誤しつつの、なんかいろいろ塗り方試してっていうのをやっていました。で、結局なんかぐるぐるした目みたいな感じになりました。で、透明感出す時に目元を真っ赤かなんて言うんだろうな、こう赤く頬チークを強めにすると結構透明感出るので、やりすぎてもいけないと思うんですけど、結構強めに、女の子はチーク強めにしたりして透明感っぽいのを出してます。はい。あまりポイントがないんだよね、ここら辺も。ただただひたすらに塗るだけだからね。とりあえず下塗りというかいう感じで、模様とかだけ描いて、後で加工で影をどんどん足していけばいいので、とりあえずここら辺はガガガって塗っちゃって大丈夫です。もう好きなように色を置いて、好きなように塗っていきましょう。色が濃いのが足らないなと思っても影で足せばいいんです。はい。飴玉がね、結構綺麗に描けたんですよ。自分でもびっくりした。普段はね、参考資料とか横に置きながら描いてたりするんですけど、普通の飴玉とは多分ちょっと違う塗り方というか、リアル寄りの飴玉ではなくなったと思うんですけど、でもなんかいい感じの、なんか綺麗な飴玉になってくれて満足してます。みんなは
ちゃんと資料見ながら書こうね。で、髪の毛、やっぱ青い女の子って素敵だなって髪の毛塗りながら思いました。なんか水色系統にするか青系統にするか、濃ゆい青にするか薄い青にするかって毎回迷うんですけど、どうしても濃ゆい青に髪の毛はしちゃいますね。明るい色がね、あんまりに得意じゃなくて、扱う色として、その水色は好きなんだよ、水色は好きなんだけど扱う色としては難しいので、私にとってので結構大変です。でね、ここね、左目がね、めちゃめちゃ、右目がね、なかなか決まらなくて、結局加工でモヤモヤごまかしてます、ここら辺。はい。なんか気に入らなくて、結局最後まで来てしまいました。はい。というわけで完成になります。事前にね、出してるショートで片目は難しいから書かなかったんです。難しいしめんどくさいから書かなかったんですかって言われたんですけど、書いてたんですよ。書いてて気に入らないから潰したんですよ。っていうことだけ。ここまでご視聴ありがとうございました。ゆうりゅうとでした。